ソイプロテインってどんなものなのかというところと、ソイプロテインの特徴、ソイプロテインがどんな人におすすめなのかということがお分かりいただけると思います。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。本日はソイプロテインについてお話ししていきたいと思います。ソイプロテインってどういうものなのかというところをお話ししていきたいと思います。簡単に言うと、大豆からタンパク質を抽出してパウダー状にしたものがソイプロテインになります。一般的に多く飲まれているホエイプロテインとかカゼインプロテインというのは、牛乳からタンパク質を抽出してパウダー状にしたものになります。ソイプロテインは大豆を原料としていますので、植物性のタンパク質を使用したプロテインになります。いや、ソイプロテインの特徴って何なのかというところをお話ししていきます。一番の特徴は、吸収がゆっくりで腹持ちがいいというところになります。ソイプロテインというのは植物性の大豆を使用しています。それを生かして消化吸収に時間がかかって、体内に長時間アミノ酸を補給することができるというのがソイプロテインの特徴になります。2つ目の特徴としては、アミノ酸スコアが100のところもポイントになります。一般的に食べ物は動物性のタンパク質と植物性のタンパク質に分けられるんですけども、お肉とか魚とかが動物性のタンパク質で、大豆とかそういったお豆類に含まれているのが植物性のタンパク質に当たるわけなんですけども、一般的な食品では植物性のタンパク質よりも動物性のタンパク質の方がアミノ酸スコアが高い傾向にあるのが特徴になります。そういった意味イメージがあるので、ソイプロテインっていうのがホエイプロテインに栄養価的に劣るのではないかっていう風なイメージを持たれがちなんですけれども、ソイプロテインに関してはアミノ酸スコアが100になっておりますので、ホエイプロテインとかカゼインプロテインに劣らない栄養価を持っています。アミノ酸スコアの詳しい内容については別の動画で解説しておりますので、そちらもご覧いただけたらと思います。じゃあこれを踏まえて、ソイプロテインって一体どんな人におすすめしたいのかっていうところなんですけれども、ソイプロテインの最大の特徴である腹持ちの良さを生かして、ダイエット中の方、減量中の方、ボディメイクをされている方におすすめしたいプロテインの種類となっています。おすすめの飲み方としては、ダイエット中の方でしたら小腹が空いたタイミングでプロテイン1杯に置き換えていただくとか、日頃の食事にプラスアルファしていただくことで食事の全体量を減らすこともできるので、ダイエット中、ボディメイク中の方に栄養の面で、あとは腹持ちの面でサポートできるのが、そういうプロテインのいいところじゃないかなと私は考えています。正直私自身、ソイプロテインって独特のザラザラ感とか独有の香りみたいなところがあんまり得意ではなかったんですけども、ビーレジェンドのソイプロテインはちょっとソイプロテイン嫌いのスタッフがですね、美味しく飲めるように作った商品なので、そこに苦手意識のあった方でも美味しくお飲みいただけると思うので、ぜひお試しいただけたらなと思います。味はさっぱりヨーグルト風味と寄り添いココア風味と濃厚バナナラテ風味、3種類今販売していますので、ぜひチェックしてみてください。では本日はソイプロテインについてお話しさせていただきました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。